ブルノ・モラフスケブラーニツェ・フルショバニなどイエビショフコ・オスラバニ線はチェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は244。本線のフルショバニ・ブルノ間は1870年にオーストリア・ハンガリー国家鉄道によって開業した。支線のブラーニツェ・オスラバニ間は1912年に開業した。ウィーンとブルノを結ぶ役割を担っていた路線であるが、 現在は国境を越える区間が廃止されており、2 5十号線がウィーン・ブルノを結ぶ役割を担っている。オーストリア・ハンガリー国家鉄道の路線網国家鉄道は1863年にウィーン・ブリュン区間をブリューン税源ゴッテス区間と接続する目的でブリュンロシッツ鉄道の株式を多量で取得した。共通区間のブリュンシトレリツ間は1856年1月2日に、 すでに開業された。1866年12月1日に国家鉄道は運営許可を獲得した。建設工事は1867年の変わり目にシュトレリッツとシュタドラウでそれぞれ開始された。この路線の建設には相当な技術水準と高い費用が要求された。皇帝フェルディナント鉄道の場合とは異なってモラビア区間では多い曲線区間と 山地区間が不可避であった。ブドコビツェトンネルの場合に密集した石英層のため新技術が必要であった。ラドスティツェの両トンネルはオーストリア・ハンガリー帝国で最初にダイナマイトの活用で建設された。イフラバ川の上に鉄骨構造で建設されたイバンチツキー高架橋は当時ヨーロッパで最も巨大な橋梁であった。線路の道償はイバンチツキー高架橋を例外として 伏線用で構築された。1870年6月1日に国家鉄道はブリュンロシッツ鉄道と運営権の引き受けに関する契約を締結して1871年までシュトレリツブリュン区間を伏線で改修した。1870年9月15日にグルースバッハシュトレリツ区間がブリュンロシッツ駅中央駅区間を含めて開業された。 この路線は1909年国家鉄道の他の路線と同じくオーストリア帝国鉄道に引き受けられた。第一次大戦の終戦の後にヘブリーンブルノ区間はチェコスロバキア国鉄により運営されることとなった。チェコスロバキア共和国の成立以降特急列車の運行は中止されたもののウィーンブルノ区間の旅客列車は存続した。1920年代末に SD は ズノイモブルノ区間で列車編を開設してウィーンブルノ区間を旅した乗客はフルショバニシャノブ駅で列車を乗り換えねばならなかった。ウィーン、フルショバニシャノブ区間の列車はオーストリア連邦鉄道が運営した。1938年ドイツのズデーテン地方の占領でラー駅からイバンチツキーダカカ境中間までの区間はドイツ国営鉄道により引き受けられた。 モラビスキー・クルムロブ駅と交日した駅が国境駅となって旅券検査と関税統制が行われた。ドイツ国営鉄道はこの路線に急行列車を配置しなかった。1939年にボヘミア・モラビア保護領がドイツにより設置されてチェコスロバキア国鉄はスロバキアの独立でボヘミア・モラビア保護領鉄道と改変された。1939年に 旅客列車はウィーン・クローマウ区間で一部は国境駅のカニッツエルベンシッツ駅まで中距離列車の携帯で運行された。CMD 所属列車はブルノモラビスケーブラーニツェ区間で走行されてその運行構造は第二次世界大戦の末期まで持続した。1945年にドイツ国防軍はターヤ川鉄道橋を爆破して 同年4月17日以来列車運行は断絶された。鉄道橋はすぐに復旧されたが、1945年12月に国境線が新たに整えられ列車運行は中止された。終戦後、チェコスロバキア国営鉄道は再建されて、ズノイモブルの区間の列車編を整理した。1947年に内燃機関動力の急行列車がその区間に導入された。 1970年12月15日に、ブルノ下駅ブルの中央駅区間は廃止されて、ほどなく撤去された。フルショバニー駅に停車する急行列車1993年1月1日、チェコ鉄道は新たに設立されて、この路線もデイに所属することとなった。2003年ゆいこの路線の運営は、チェコ鉄道の上下分離方式により、チェコ鉄道交代に移管された。 2010年6月30日にヘブリーンフルショバニ区間の旅客運送が中止された。SDC は2019年にその区間をヘブリーン、町に売却して、特別列車がその区間で運行される予定である。2019年10月、SDC はブルノストルジェリツェ区間の電化及び現代化をブルノザ・スターブカの改修プロジェクトの部分として公式的に発表した。 区間ごとに運転系統が分かれる。以下では、チェコ国鉄244号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。